はい、ゆきです。今日はですね、こちら、献血センターに、秋葉原のね、献血センターにやって帰りました。5階ですね。骨髄バンクのね、ドナー登録をね、しに来ました。秋葉原来るのも久々だな。うわ、すげえ。すごい。ドナー登録をお願いします。はい、ありがとうございます。
あ、そうです。以前、数日前にあの、献血というか、他の病院で採血があったんですよ。それをされてからちょっとあれです。なんか色がおかしい。あの、内科の病院ですね。血中脂肪、中性脂肪が以前から高くて、それで薬もらったんですけど、その検査です。あと酒飲みすぎたんですよ。血液を取っただけで終わりました。すいません、はい、飲み物とかってどこにあるか。おー、すいません。ですね、正面になんかこう紙パックジュースがまず常温で並んでるんですね、はいはい、で後ろ側なんですけど、自販機がちょっとこの裏側に、裏側っていうか壁側にあって、はい、多分好きに飲んでいただきます。ごめんなさい、ご案内申し訳ありませんね。血液を献血して、でドナーカードをもらいました。こちらね、それで終わりでしたね。
ものすごいめちゃくちゃ早かった、うん、めちゃくちゃ早かったです。であと飲み物があの自動販売機みたいなのがあって、あの全部無料でした。全部飲み放題やったぜ。ちょっといろいろ飲んできましたけど、まあ、とりあえずこれでね、まあ、ドナーカードもらいましたんでこれで終了。お疲れ、バイバイ。